ポポ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 ポだよ。ちょっと今日控えめですね。ちょっと周りおられるから。整理士さんたちが仕事をしてるんです。そうですね。お邪魔になりますからね。はい、すみません。はい。というわけで、今日はちょっといろいろ説明してもらおうかなと思います。ヘイラックスの。はい。はい。納車されたんで、はいはい。はい。K プロデュースナイスの福田さん、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと、この子の説明を。はい。はい。まず中から。おー、ディーゼルのいい音。テレビもこの大きい画面で。おー、綺麗。ハイエースよりいいんですけど。我慢したんですけど。フロントと後ろとミラー。ですね。あら、どういうこと？これもフロントです。フロント2個？はい、これフロントとこのミラーヒーターと後ろですね。ミラーヒーターと後ろ、はい、後ろのリアガラス、熱線入ってるんで全部一緒なんだ。そうです。全部曇り止め。ん？ミラーヒーターあるんだ。トラクションコントロールなんで、はい、横滑り防止とかですね。あ、はい、でこれがダウンヒルになってるんで、坂道とかで車重重い車とか行ったらこうグーッと下がっていってしまうんで、自動で、まあ、ブレーキみたいな形でかけてくれるっていう感じ。エンジンブレーキでかかってる状態で降りていくんですよ。これがダウンヒルコントロールになりますね。ブレーキ？ブレーキ、エンジンの制御になります。エンジンのブレーキ。そうです、エンジンブレーキ、エンジンブレーキみたいなですね、はい、走りながら、はい、あーってなったら押せばいいですね。いや、もう坂道の時にこれでね、多分オンオフできる。今ピコピコしてると思うんですよ。これで自動でこうですね、ピコピコピコ。うーん、それは自動で切り替えてくれます。あとはでもほんまに運転席周りで言ったら、ここのエコモードとパワーモードで、クルーズコントロールが、横を押してもらって、まあ、速度一定の時ですね。例えば80キロ100キロで走ってる時に横ポッと押してもらって、下に落としてもらったらセット、80キロ100キロ一定速度で走っていきます。セット、はい。でキャンセルする時はもう一回押していただくか、ブレーキ踏んでもらうと、はい、になります。これ前の車についていく、はい、前の車に追従していきますね、はい、はい。で速度これで上げたり下げたりもできます。はい、はい、これこれにくれ、はい、これはで、こっちがマルチインフォメーションですね。前のメーターパネルのところのディスプレイの、表示ですね。でライトがフロントのフォグライトと後ろのバックフォグっていうのがついてます。スモールライトつけてるときにグッと奥に回してあげるとオレンジに、これがバックホグです。後ろの右側が赤色に光る。え、そんなの何のためにます。それ最近の車はついたんですか？寒冷地、寒冷地仕様なんか。寒冷地仕様、まあ、もともと標準でこの、 車は寒冷地仕様がついてあるんですよ。へ、これが、いわゆる市内モード、アクロモード、もう超アクロモードっていう風なイメージで思っていただければと思うんですけど、もう公道走ってもらうこの2区で、これがハイの4区、ローの4区っていう形で、普段はこの H2 でやってもらったら結構です。でアクロ走ってもらう時とかはこっちで、もうぬかるみとかもうすごい岩場走るとかってなった場合はこっちってなるとパワーが出ないんで、はい、一応そういった形で切り替えていただくって感じ。これ切り替える時はエンジンかけとって止まった状態で、はい、一番はもう止まった状態で切り替えてもらうのがベストですね、はい、これ押してからなんですか？あ、これは、いわゆるフルタイム4区ってやつなんで、イメージとしてはこれ押して切り替えてもらう、こっち押してこっち切り替えるって形でやってもらうのが一番いいと思います。パワーヒート、パワーヒートは、いわゆるエンジンの、いわゆる暖気温度というのをこう向上させるもので、パワー出力を高めるものになってます。どのようなタイミングで？イメージとしては、まあ、やっぱりこの元々の車がその寒冷地っていうような形の車になるんで、寒さであったりとかそういったところの状況下に置かれた時にこれを押していただくという形になってます。寒さに置かれた状況下でイメージ、ね、ちょっとね、どういったんですかね、比較的にその温度がめちゃめちゃ寒かったりとかエンジンが温まりにくい環境ってあるんですけど、そういった時とかに押してもらうということです。あ、じゃあもう普通に生きとる限りこれは全くあんまりそうですね、使うことはないかなと思いますね。でこれが押してもらうとレーンディパーチャーアラートってやつで、レーンディパーチャーアラート、そうですね、はい、はい、
あのいわゆる白線をはみ出した時にピーピーピーっていうのでお知らせをしてくれるようなモードになってます。これも常に押しとっていいんですかね。そうですね、まあ、これもその白線をこうあのちょっとでもはみ出したら音鳴っちゃうんで煩わしいなっていう方とかは切っておられる方もおりますし、基本的にまあ安全のことを考えるとつけといた方がいいかなっていう形にはなってますね。はい、はい、でこれが今いいか、はい、プリクラッシュセーフティー警報装置っていうのは一応これ3段階でプリクラッシュプリクラクラッシュプリクラッシュセーフティーシステム、はい、適当に言うな、なんだろう前の車が急ブレーキ踏んだらあのいわゆるその自動ブレーキの反応の、はいはい、反応する距離のことを言います。反応する距離、こう、どういったんですか、前の車ブレーキ急ブレーキ踏むじゃないですかでその時に自社の車がどの位置で大方そのブレーキ効いてくれるかみたいな、まあ、簡単に言うとそういう装置です。それの距離の設定をできます。距離の設定、あ、そうです、オンオフとかじゃなくて、そうです、これで一応あのその距離を決めれるっていう。なるほど、え、どうやって決めるんだろう。ちょっとね今がね映ってないんであれなんですけど、あ、何段階かってことですね。そうですね、はい、なるほど、これで設定できる。なんかこれ、これですね、排ガス浄化装置ってやつです。浄化装置、普通に走っていて、まあ、そのあんまりこう押すことないんですけど、手動で排ガスを浄化したり、トラックとか多分こんなついてると思うんですよ。もうそれと一緒です。すぐ剥がす。でかいね、鍵も。前の人、これでかしたな、うん、ちゃんと貼っとってくれてる。こっちは？こっちはバッチ。これ俺よ。え、こっちも私の。違う。乗るなと。乗ったら乗るの。信用がないから。信用がないそれ。目ハイエースも乗りどんどん乗るなよこれ。いや、のすられるかもしれない。いや、するかこの車高でするか。はい、チーズ。OK です。ケープロデュースナイス。ナイスです。返す返したい早い返しでじゃあ帰ろ、ありがとうございました。ありがとうございました。入りますか。じゃあ失礼します。ナビに向かってフロントカメラって言ってもらったらフロントのカメラですか。フロントカメラ、わお、わお、すげえ。これはずっとついてるんですか。いや、また現在地を押してもらったら戻ります。戻れ。3回ったらちょっとついてます。映ってます。へー。ただ走り出したりとかしたら、あの時間で自動的に戻るかもしれないですけど、あの例えば高さ、その商談の際に言ってた、あのちっちゃい子いてるかもっていうので、フロントカメラって言ってもらったら映るんで。え、走り寄ってフロントカメラって言ったらパーって映ります。あなたいい子だね。結構賢いんで。へー。すごい。そういうちょっとしたプチ機能もあるんで。ありがとうございます。楽しみながら書いてる。フロントカメラそればっかりやってなんかこれで走るのよなら、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。うわー、うわー、どうどうどう、わからん左左、うん、お気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、飛べろ。行きたいんだけど。じくじくよ。足くじくよ。